突然ですがスクールオブロック聞きました。笑いあり涙ありでした。僕もスクールオブロックのラジオネームはマナブシャンで書き込みを読まれて、マシャに君は将来有望な営業マンになれるね僕の言いたいこと全部言ってくれたよって言ってもらえて嬉しかったです。あのマナブか、君はね本当に素晴らしいよ、うん、黒板の答えは変わり続ける。僕は将来放送作家になるという夢があります。ほうほう。大好きなラジオを裏方で支える。でももしかしたらひょんなことからこの今現在の答えも変わるかもしれない。前の夢は水泳選手でした。この夢が変わった経験もある僕からするとこの言葉の意味はすごくよくわかりました。スクールオブロックを聞いてトーキング FM でただうっきゃっぽう的トークをしているマシャとは違うトークで、またマシャの素敵な一面が知れました。またスクールオブロック来てください。学ぶ一個聞いていいか、トーキング FM でただうきゃっぽう的なトークをしてるマシャってどういうことだ俺そんな毎週うきゃっぽうだっけ。うきゃっぽうはどっちかっていうと今の皆さんあなたですよね。すいませんえ俺そんなにうきゃっぽう、いやそんなね、やってるっけ。いやそんなことはないと思ったんですけどね。でも10代の学ぶには、うん、うちのこの日曜の夕方4時の一番強いリスナー層が40代男性のこの番組は46のおじさんがウキャッパーしてる番組としか印象に残ってないってこと。